そうですね、上にもプラカタお客さんがありましたけど、こんなところからも仏さんが歌われますよね。これはここにも本当に細かくいろいろいっぱいありますね。不動堂、あ、これ不動堂だな。すいません、登らずに来てしまいましたけど。ちなみにこれすっごい急ですからね。よいしょ。こんな感じです。ちょっとガニ股になって歩いてますけど。まっすぐ行ったらコローンと転んでいきそうなぐらい急です。ね。あら、鹿さんいっぱいですね。この辺りはせんべい派じゃなくて牧草派なんでしょうかね。意外と羽ばたったりしてですね、いやー俺はせんべいなんか食えねえぜって、ね、ちゃんとね仕方るものをね、あの食物に取らないと食物、ね、素食動物なんだったからさうちらはみたいなね、羽ばつかもしれませんね。ここだったら水も飲めるしね、ということでね。お伊勢さんもそうなんですけどね、あのこういう大きいお寺さんっていうのは、いっぱい死者とかいろいろあるとか、まあ八幡宮ですけどね、お寺の中にして八幡宮っていうのもまた、あの、面白い。これ奈良はあるあるですからね、京都の方ってなんか分かれてるイメージですけど、奈良ってなんかね、こう、一色単になっとるって言ったら言い方悪いですかね、っていうイメージがあります。那智山なんかもそうですよね、あそこもお寺と、あそこはツートップでね、お寺と、神社が一緒になってますけどね、那智のね、山は。ね、熊野三山ですんでね、熊野大社のね、三大社のうちの一つっていうのでね、ね神社のイメージが強いと思うんですけど、実は那智山は、仏教でもね、大きな立派なお寺があるというね、滝きれいでしたね。さあ、近すぎて橋まで入ってませんけど、高床式倉庫なんですかね。高床式になってますね、ちゃんとネズミが飼えるようになってますもんね、へえ。降りたら先の道か、先なのね、限定のね、あの御前寺っていうのが気になりますから、こっち降りてきましょうか。そうっていくと多分奈良の町の方行くにはこっちの方が多分便利なんでしょうけどね。よいしょ、ちょっとあの橋のところ見たいですけどね。よし、こっちは階段なんやな、先のとこはスロープやったけどね。昭和9年ってなってますもん ね、まだ昭和かって感じかもしれませんけど、ね、いやでも昭和9年ってもう80年以上前ですよね。86年ぐらい経ってるか。めちゃくちゃ経ってますね。よし、これでここまで戻ってきたと。で、先のね、ところ見てきましょうよね。先の、あれ、ね。名前忘れましたけど。よかった、雨が当たらなかったで。